それではただいまより太鼓祭り2024第16回日本一決定戦の出演順番を決める抽選会を行いたいと思います。それでは会長よろしくお願いいたします。まずはじめに組太鼓一般の部から始めます。はい、1番目、大阪高等学校和太鼓部勝利。2番目、日本航空高等学校太鼓台。はい、3番目、群馬県立安中総合学園高校飛翔。はい、4番目、春日井富士太鼓。はい、5番目、城西大学附属川越高校和太鼓欅。はい、6番目、栃木蔵太鼓。はい、7番目、各務原太鼓保存会。組太鼓一般の部はこのような結果となりました。続いて組太鼓ジュニアの部参ります。お願いします。はい、1番目、栃木御堂太鼓。はい、2番目、勝山中学校太鼓部。3番目、各務原太鼓保存会ジュニア。はい、4番目、天輪太鼓風雲寺風組。はい、5番目、稲町綾瀬太鼓。6番目、アルガ。組太鼓ジュニア部、このような結果となりました。続いて大太鼓の部参ります。お願いします。はい、1人目、中野歩夢。はい、2人目、今井すばる。はい、3人目、石川哲弘。はい、そして4番目、鈴木真。はい、以上のような結果となりました。